今や押しも押されもせぬ国民食となったラーメン。日本全国あまたの店がしのぎを削り、一つの丼の中に繰り広げるラーメンという芸術。そんなラーメンをこよなく愛するあなたにお送りする超ラーメン情報プログラム、ラーメンウォーカーテレビ。皆さんこんにちは。さあ始まりましたラーメンウォーカーテレビ、略してラーテレ。今回はですね、サンシャイン60のお膝元東池袋に来ています。ラーメンウォーカーテレビクイズ、はい、なぜここにいるのでしょう。わかりません。なんでだろう、そんな唐突に。ヒントその1、はい、ラーメンウォーカーテレビでは今までいろんな種類のつけ麺を食べてきましたよね。はい、もういろんな美味しいお店行きましたよね。最初はガンジャから始まって、念願の富田も行きましたからね。私はジンタンと六輪車がやっぱ美味しかったなって思います。美味しかった。もう答え言っちゃいます。もういろんな美味しいお店行ったけど、はい、そのつけ麺たちのまさにルーツ、もうレジェンドオブつけ麺、つけ麺の元祖、いろんな形容詞ありますけど、もう東池袋大勝軒に今回は行くことになりました。来たやっと来たね。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。本日ご紹介するのは、半世紀以上にわたり愛され続ける元祖つけ麺、東池袋大勝軒本店。今ではすっかりおなじみとなったつけ麺、そのルーツとなるのがここ大勝軒の山岸和夫さんが作り上げた特製もりそば。ボリュームたっぷりの自家製もちもち麺と甘み、辛み、酸味が一体となった奥深い味わいのスープ。山岸さんの味と心を受け継いだお弟子さんたちの手によって今も守られ続ける伝説の一杯を思いっきり堪能してください。あ、もう私も食べたい。いやー、すごいですね。来ましたね、特製もりそばが。はい、伝説のつけ麺ですよ。はい、そうですね、やっと来れたって感じです。ね、まあ、このほら美しさ、麺のこのツヤツヤした感じ、ちょっと早速食べてみていいですか。いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。まさにつけ麺の元祖ですね。元祖です。うわ、ちょっと今スープにつけて持ち上げた瞬間に、すごいいい香りが。どんな香りですか。これもう食べるしかないです。いただきます。それはそうですね。いただきます。今、一口食べてすごい分かりました。すごいホッとする味、だよね。なんか優しい感じがしますよね。すごい優しいですね。甘酸っぱい感じっていうか、うんうん、小さいお子さんからお年寄りの方まで幅広い年齢層にお腹いっぱい食べていただくために非常に優しくできているんですね。このスープもですね、最初に鶏ガラと原骨と豚足。豚足って珍しいですかね。あまり聞かないですね。そうですよね。で、その煮込んだスープに魚介を加えて、で、その最終段階として鶏のひき肉を大量に加えて鶏の甘みを出してるんです。だからか、すごい深い甘みがするんですよ。なんか奥深い感じがね、そうなんですよね、しますよね。うまいと。うん、うまいです。麺はどうですか。柔らかめでつるっと入る食べやすい麺だなって思います。柔らかいって言ってもなんかその茹ですぎの柔らかさじゃなくて、じゃないですね。腰はちゃんとありますよね。あるよね。麺はね、毎朝2階で打ち立ての、もう打ち立てで熟成させずに、打ち立てのフレッシュな麺だから口当たりがすごくいいですね、本当に。大丈夫ですか。興奮した。あんまり深く突っ込まないでください。中もですね、どうですか、トッピング。すごいシンプルですよね。ちょっとでもチャーシューめちゃくちゃ大きいんですけど。ええ、こんなでかいの。そう、隠れてたの。お、大ぶりな感じがもう嬉しいですよね。わらじかって思うぐらい、でかさみたいな。山岸さんの秘伝のタレでですね、炊き込んだスペシャルなチャーシューなんですよ。すごい、なんかしっかり味が染み込んでて、肉の味がしっかり感じられて美味しいですよね。美味しい。本当にこのあのナルトがね、いいですね。あ、いいですね。昔ながらの風情を感じる感じで。ラッキー端っこ。本当だ。当たりだよそれ。あれどっか行っちゃったの。今日ちょっといいラッキーデーかもしれない。ラッキーですね。美味しい。
なんかスイスイいけちゃう感じじゃないですか、麺が本当に。何なんだろう、飽きないよね、なんかどんどんこうなんか引き込まれる感じがね、ほんと程よいよね、本当すごい絶妙ですよね。いいです、本当つけ麺よりそばって感覚だよね、こう一口食べるごとになんか考えさせられちゃうよね考えちゃう、はい、考えちゃいます、ね、今の豊かさ何の話すごいなんか大きく来たねでなんかこう今いろんなつけ麺があってすごい流行ってて、それの元祖って思うとすごいですよね。そう、それが言いたかったの全ての家系図の一番上がここなんです。すごいですよね。なんかちょっともう感動ものですね、これ。これをベースに皆さんいろんな創意工夫とか改良して、どんどんいろんなつけ麺が生まれてきた。なんか元祖なのにまたちょっと新しいものを食べた感覚がします。そうだね、まさにあれですね。古きを訪ねて新しきを知ると。それですね。50年現役ですよ。はい。それを聞いてからまた食べようと思います。いやもう大正軒の特製盛りそば本当に美味しそう。さあ、そして今回はスペシャルゲストとしてつけ麺の創始者、まさにレジェンドオブつけ麺、東池袋大正軒創業者山岸和夫さんにお越しいただきました。わー、すいません、ご苦労さんです、よろしくお願いします。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 創業50年おめでとうございます。あ、どうぞ、ありがとうございます。ちょうど山岸さんがラーメン修行を始めて60年、え、そうですね、まさに節目の年ですね。そうですね、すごいです。77歳でラーメン道60年ですよ。17歳からってこと。そうです、17歳4月から、17歳の4月から、4月から4月10日、はっきり言うと、日にちまで覚えてらっしゃるんですか。すごいですね、忘れられないね。そうですか、あのなんで盛りそばっていうものを始められたんですか。そうですね、あのそばをほら、お釜から揚げた時にね、その残るんですよ、麺が少しずつね、はい、それを冷やしてね、ざるに取っといて、それでつけて食べた。でも別に甘酢って感覚にするとかそういうんじゃなくて、従業員の方が食べているまかないのご飯だったんですか。結局ね、え、これがですか。そうそう、落ち着いてね、食事ができないんで、それで急場のね、腹ごしらえっていう、そういう感じで。ちょっとびっくりし、そもそもなんか、ダメですよ、従業員さんだけでこんなこんな楽しんじゃう。それでやっぱりね、お客さんが山岸さん、ちょうど中野でまだね、あの修行してる時にね、お店の一番端のカウンターでね、食べてたのね。それを見て、美味しいそのもの食べてるねって言ってね、俺にも食わしてよってね、それがこのね、実現になった。その一言がなかったら今ないかもしれないんですよ。ないかもしれない、怖い、つけ麺ないかもしれないんですよ。ね、昭和30年なんでね。あ、昭和30年、それが1955年ですね、はい。なんで盛りそばっていう、あのつけ麺ではなく、そうそう、日本そばのね、盛りそばと、ほら盛りそばってありますね、はい、それと間違っていけないから上に特製をつけて特製盛りそば、そのネーミングでずっと売ってるんですよ、私はね、だけど今お客さんもね、もうその辺のところはよくほら理解してくれて、はい、もう盛りであろうが、つけ麺であろうが、つけそばであろうが、はい、もうそれはもうね、全部ラーメンということで、はい、つけ麺ってスタイルを作ったのもそうですけど、あの量が多いっていうのも山岸さんが結局広めた。そうそうそう、やっぱりね、戦争中にね、そのみんな国民が全部ほら今の思いをねしてたわけで、やっぱりお腹いっぱい食べたいっていうね、やっぱりそういうあれがね、思いがほら絶えずあって、やっぱり自分がラーメン屋になって作って売る時にね、そういう思いがやっぱりあの自分なりにあったもんで、だいたい予想よりは多いんですよ。多いですね。結構そうですね。もう餅も全部多いわけですね。だからお客さんはいつの間にか鳴らされちゃうわけだ。最初は食べられないとかなんてか言ってても、ね、そのうち大盛りになるんだ。そのうち大盛りになるんですか。それでだんだんね、また食えなくなって、そうすると年取ったってことになる。バロメーターなんですね。そうそうそう、自分年齢を知るわけですね。そうなんです。そうですよね。つけ麺のスタイルもそうなんですけど、やっぱりこの太いタオルを巻いて、ね、ここに首にタオルを巻いてってスタイルも山岸さんの発明ですよね。そうですね、トレードマークですよね。トレードマークなんかラーメン屋さんっていうと、ラーメン屋さん、つけ麺さんっていうと大正軒巻きって言うんですよね。あ、そうなんですか。
ちょっと細くしたのがね、なんつってのフルヤの。あとねじってるやつですね。ねじねじにするとフルヤさんで。それやっぱりもう汗を。そうそうそう、実用的なところから、ね。これはまあ汗をここで抑える。冬のこれはね、直接肌に手をね触れるのは良くないんで、これをこう持ってして。それではこういうふうなそれではこっち。でもそのスタイルも、スタイルっていうかファッションも、ファッションって言っていいのかな。ファッションですよ。ファッションイヤーですよ。ですよね。やっぱり一般の人の印象って大正拳巻きになると、もうラーメン店さんの方っていう印象すごくありますよね。つけ麺、そして大正拳巻きの元祖山岸さん、その味とお人柄によって数多くのお弟子さんとフォロワーを生み出してきました。客として山岸さんの味に惚れ込み通い詰め、そして自らもつけ麺の道を志した男。僕にとっての山岸さんっていうのはやはり超えられない、絶対に超えられない、もうとにかく人間力というか人間味がある方で、どんなことがあっても大きく包んでくれる、そんな方ですね。今の六輪車があるのはもう全てやはり山岸さんがあってこそ、こればっかりは僕は生涯言い続けますし、でつけ麺を作ったのは山岸和夫なんだっていうのは僕はそれだけ言い続けます。山岸さんの下で長年修行を重ね、最後の愛弟子と言われた男。山岸さんが入院されて復帰するということで厨房に入られたんですけども、まあ、その後に栗山お前にあとは任せるからと、ここにこういろいろ先輩はいらっしゃったんですけども、まあ、そこで自分を選んでくれたという、はい、まあ、それが一番僕の中では、まあ、今のこう、まあ、辛い時もあるんですけども、それを思い出すとこうやっていける、はい、ものになってますね、はい。多くの人々に受け継がれる味と心、山岸さんからラーメンを愛する人々に向けてこんな言葉をいただきました。麺番心の味、これ絆ですね。今震災でやっぱり心とか絆とか大事にされてますね、うん、と我々は麺を通して絆でね結ばれてるわけ、それで頑張って心を込めた味作り、本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。頑張ってください。本当に幸せです。どうもありがとうございます。さあ、元祖つけ麺東池袋大正軒本店、皆さんいかがでしたか。ボリュームたっぷりの盛りそばと山岸さんの人柄でお腹も心も温まりました。ぜひぜひ食べに行ってみてくださいね。ラーメンウォーカーテレビ、次回もお楽しみに。合言葉はラーメン愛。